い、どうもピッチピッチなてこたんです。ドラゴンクエスト3実況プレイパート30に始めていきたいと思います。よろしくお願いします。なぜこんなところに来たかというと、ヤマタノオロチを倒した後、そういえば来てないということに気づいた。ようこそおいでくださいませ。ふーん、手のひら返し、わ、外人だ。子供はいつも無邪気なまんま。弥生ちゃんとかどうなっとるん？声変でごめん、ガラガラ。なんかガラガラ。これからは娘と二人安心して暮らしていきます。ありがとうございました。変な声でごめんな。え、いつも変な声やって、やかましいわ。よかったな、助かったみたいで。ここにまだおるん？お、ありがとうございました、おかげでし。あ、こいつは、え、こいつはもしかしてリア充ってやつでは？くそ、助けへんかったらよかった。もう、埋めてやる、ここ。埋めてやる、ここ、ここ。あ、そうそうそう。まあ、とりあえず、ここら辺全部話しかけてからちょっと言うわ。聖なる川の町に、町の遥か南の島には消え去りそう。ありがとうございました。あ、そう。ひみこさん死にました。あ、そうな。でも今度あなたたちもあるで、神様。やっぱりお手上げね。やった、神の音。あ、どうも、神のテクタンです。私、ニコニコ動画内の唯一の両親、神のテクタンです。わあ、怒られる、そんなこと言ったら。喉がちょっとガラガラやわ。立派なことをされましたな。もう常に人で、常に。うちの子供、実は娘だったんですよ。どういうこと？男の子として育てとったってこと？女装男子。あれ、生贄で食べられたら困るからっていう、そういうやつ？トラックルセー。いやはや、テクネードのあんたは強いの。ここ、ひみこ様の意識じゃなくなっちまったの。ひみこはどうした？ひみこ。元卑弥呼は、卑弥呼様になりすましておったとは、元から卑弥呼は存在せえへんの？それとも、おるけど、なんかそういう感じ？オロチだ、あんな恐ろしい。おお、恐ろしい。それはどっちなん？元卑弥呼がおったんか、それとも、オロチが最初からずっと卑弥呼やったんか。めでたいことよ。これじゃあ国を治める。本当のインク様はオロチの牙。じゃあお亡くなりになってしまったってこと？それはせちがらい。あ、そうそう。で、あのね、レベルを1個ずつぐらい上げたんだわ。で、ちょっと見てほしいもんがあるんや。不幸の兜っていうのを誰かが落としたんや。絶対呪われとうやん。あと、見てほしいんやけど、レベル上げしとる最中に、誰かが世界中の歯を落としたから、珍しく世界に上の歯が2つもあるっていう、そういうやつになったよ、と。そういう感じ。で、今からどこに行こうとしてるかっていうと、穴開いとったとこあったやん。あの穴開いとったとこの、隣のお城？まあ、あっこぐらいしかさ、行くとこなくない？で、私的に、あっこはまだラストダンジョンじゃないと思うんだわ。というのも、だってさ、あの穴も解決してへんし、女王様、竜の女王様も解決してへんし、やけど、あっこしか行けへんってことは、あっこはラストダンジョンじゃないから、ないけど、何か、分からへんけど、とりあえず、行きましょう。はい、到着、と。で、お敵がね、あの、赤道はちょっと嫌よね、強いわ。上行くさ、前下行ったよな。あ、出た、早速。とりあえずみんなでスーパー、フルボッコしつつ、アベコさんの、2フラムで、こう、騎士をやって、いかが？
よし。ええやん。あとスーパーフルボッコで、おリュウジェルは働いた。イエイ。あとはじゃあちょっとスーパーフルボッコタイムでどう。あー働かへん。やったー。やればできるやつら。金安、経験値惜しかったけど。めっちゃ階段ある。あ前階段、あれ外行くよな。こっちか。そっから上に行く感じ。ん、人なんかいたらどこ出る。前の動画ちゃんと見返してこればよかった。これ絶対外出るやつやろ。もういろいろ探索するな。大事じゃ。ほら。まあ、どこでもいいや。どこでも行ければいいや。こういうとこから。もうちょっとさ、なんていうかさ、本人らも行きやすい作りには、二人。いきなり襲いかかってくるとか変態。いやいや、ちょっと回復をいまいちしてへんかった。こんなもんでよかろう。ふふふ、こっちには世界中の歯が。わ、絶対なんかありそうな階段。本人らもさ、把握してへんのじゃ、どっから登ればいいか忘れてしまったのじゃとか絶対あるって。テレレッテッテンテレレッテッテン。あれ、これ先、これさっき見たやん。見てへんやん。これトラマなしとかな、怖いやつ。テクネーがトラマ、トヘロ、トラマナ、トラマナって誰が覚えてる。あー、よかったー、ペコリン素晴らしい。絶対あうちあうちのやつやろ。こっちいろんなとこ行こう。テレレッテッテーン、テレレッテッテーン。わけわかめー。あ、あー、もう無駄ないったん。どうしよう。テクネーのイナドマの剣って聞いたっけ。でもテクネー攻撃力高いしな。結局みんな攻撃になってしまうっていう。ちょっとさ、分散しないでくれる。テクネーがやばいよ、テクネーがやばいよ。アベコさんの、アベコさんの、ない胸パフパフやるよ。えい。そんなバラバラで攻撃せんでや。これハベコさん一番後ろに持っていくんがいいかな。ちょっとこれさ、ここリレミト使えへんかったやん。え、逆に使えたりするん。ここってどこが一番近いっけ。そういえば、え、どこ一番近かったっけ。原田かな、原田に行こう。イエーイ。さっきと同じとこに来ようと思ったら違うとこに出た。まあ割と入り口から近いところなんやけど。どうした。え、どうした。え、いや空見てわかるけどさ。え、だからってなんか落ちてるわけじゃない。なんかちょうだいよ。何のためにおるよ。さっきここまで来てたんよね。そうだ。さあ、ペコリンさん出番ですよ。トラマナ、トラウマ。あ、
よし。はあ、何今の、ちょっともう、せめてもうちょっと手の内が、わか、ああ、4匹せめてさ、なんていうか2匹ずつぐらいで出てきてや。あと、ペコリン回復させとくか、ちょっと。ペコリン、あ、また結局あれか、あ、どうしよう、トラマナじゃなくて、トヘロス、あ、何やったっけ、マホトラ。で、さっき、どうしとったっけ、あれ、ピキピッピッピーン。はあ、宝物の山やないかい、どうやって行くねん。あ、その階段か。でも分からへん、嫌やー、もう。誰こんな、外やし。え？ああ、来てない。誰こんなお城作ったん？ちょっと遊びすぎやで。もうちょっと、もうちょっとちょっと、あれやでっていうか、裸みたい。え？マーライオン。いえ、えい。ライオンこんなに経験値美味しかったっけ？っていうかなんか、罠やわこんな。ペコリのトラマーナ。骨やん、でも。あ、ちょい。いえ、えい。回復するん忘れとった。これは何？なんか、王様、元王様やったけど、倒されて、なんか、こんなんなっちゃったみたいな、そういう感じ？元王様って誰？もともと私は王様だったのだが、ここに来たベレムスによって倒されてしまったのじゃ。ああ、口押しやみたいな。ちょい、痛い、さっきトラマナかけたやんけ。ドラクエ名物台座の後ろ。なんもないんかーい。いえ、えい、スノードラゴンが思いのほか弱くて、うれっぴー、テクタうれっぴー。はい。あと、リューチェルさんも回復しておきましょうね。鼻がかゆい。鼻垂れごぞう。もう一回トラマナー打たなあかん。もう、あ、驚きと惑っているなら、今のうちにテクネーと、アベコさんでホロゴーストやっといて、ペコリの呪文のマホトラでエビルマージ。この2発で倒れる、よしよし。よし、10バッター。いいんじゃないですか。で、あー、間違えた。魔法とら。こいつらがどれぐらい。ああ、もったいない。マヒャード。全員に効く。うわあ。よし。炎まで吐く。ちょ、ペコリン起きてーや。ペコリン、あなたの魔法トラをしたい。いやー、メラ乱れにやった。もう結局全然 FPG を吸い取っただけやったら足りひん、鼻かゆい。さて、回復も済んだところで、ん、なんかいけそう。動く石像は基本的に逃げたいよ。そしてなんかありそうやな。ペコリお願いします。ちょっとみんなを癒しと素敵なオーラで包んでおくれ。ワニ、ごめん、今うるさかったかもしれん。ボリュームがその赤までいった。ミキサーのボリュームが。ワニ、人影みたい。またドラマの歌なあかん。こいつ誰？
テレリって言ってワニってことはあれキャプテンクロールキングクロール、それでも会社ちゃうわ。話す？ついにここまで来たかってくねえよ。ワニっぽく読む？これドナルドやん。あれ？バラモスやん。え、なんで？もはや再びバラモス。あ、どうも、はじめまして。テクネと申します。そうじゃなくて、どうする？テクネ戦う、リューチェル戦う、アビコさんの、ルカに、この辺聞くかな？ペコリーの、フバーハがないんだよな。絶対火吐いてくるやろ。あ、そうそうそう。気づいてなかったの、このバイキル、魔法カンタ。魔法カンタって言っても、炎の息とかって関係ないやろ。とりあえずスクルト打っとく。通常攻撃。イオナズ、魔法カンタ、いるやん。眠らない街、東京。お腹鳴った。ルカ2の前に一回とりあえずテクネ回復しとかな、やばいよな。簡単。はい。はい。1! メラゾーマ、バシルーラ？え？これ、これも。え？え、何が足りへん？装備？レベル？え、どうする？レベル上げる？ちょっと2日後にまた実況撮る予定があるから、2日間がっつりレベル上げれるだけあげようかな。ちょ、どうしよう。コンパートすごい短いかもしれへん。ちょ、短かっても嫌やから、なんかしよう。サマオサ。鼻かみます。こいつの予想が一体どれぐらい当たるのか。お化けありくい A。今5ゴールド損した。で、60ゴールドね。で、お化けありくい A。2.9。これで勝てたら、だいたい3倍やから結構得。お化けありくい A。キラビーはとっとと死にそう。よし、やめんかい。ちゃんと倍率見て買ってこう。強そうなやつ
人。バリードドッグ、一番ちょっと倍率高いんやけど、強そうやから、こいつにかけてみる。レディーファイト。人食いがマヌーサ。よし、とっととカー殺してしまえ。お、いいやん。カーカーカー、よし、大事鍵は、マヌーサ状態。つまり、それは、無双。魔法使いなんかおったっけ？あ、さっきのエビルマージの、グレー版か。エビルマージってエビルマウンテンにおるやつ？エビルマウンテンってどこやったっけ？エビルマウンテンってドラクエ5のやつじゃん。ラストダンジョンみたいな。あ、やった！ここに戻すんやめてほしい。どうせここに話しかけるんやから。で、そうやな。殺人鬼ご、で、殺人鬼、人食い箱やろ。余裕。次なんやけど、とりあえずレベル上げてバラモス戦に挑みたいんは挑みたいけど、絶対あっこさ、探索しきれてないやん。お城？え、っていうかバラモス、どういうこと？あれか、多分、お城ではバラモスと一戦だけ交えて、で、バラモス逃げるんやわ、どっかに。あ、穴の中逃げるんや、そこの穴の中に、バラモスを追いかけに行くために穴に入る的な感じです。フラッター、なるほどね。ほー、奥が深いな。ちょ、デスフラッター頑張ってや。おお、素晴らしい。お前2回攻撃やろ。2回攻撃でそこ以上見せてやれ。見せられなかった。レベルを2日間でどれぐらい上げれるかやけど、どこが一番いいやろうな。石像と楽勝で勝てるようになったら、いいよねっていうね。その頃までには風邪が治ってるといいよね。花が。もうダメだこりゃ。ダメだこりゃ。この辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。ネクストテクタンズヒントをムキムキ。フフフフフ、バラモスよ。このムキムキの筋肉に勝てることができるのかい？